みなさんこんにちは、あみです。そして新立美香です。今回もありがとうございます。コラボさせていただいて、こちらこそありがとうございます。またまたお邪魔します。はい、今回はですね、さっきキャンドゥにお買い物に行ってきました。で、それで今回は美香さんとシーキャンドルを作りたいと怖いよ。はい、というわけでですね、今回はね、ミカさんとこれを使ってシーキャンドルを作ってみたいと思います。で、まあ軽めに紹介でもしていきますか。はい、容器ですね、キャンドル作る容器、これの中にキャンドルを作っていきます。一応蓋閉めると火が消えるみたいな感じで。はい、そしてですね、主役がこの子たちです。ね、これだけピーチの香り付きなんだけど、え、これブルーハワイですよ。え、知らなかった。これ何の香り付きじゃん。これ何の香り。これ今日何もついてない、うん、これがキャンドルゼリーです。キャンドルゼリー、キャンドルゼリー、うん、で一応香りもついてるみたいです、うん、今知った。私も今知りました、うん、ブルーハワイの香りです。ブルーはピーチ。白って何ですか。ない。で、これが謎です。ねえ、シール貼ってなかったもんね。ちょっと香ってみます。香っちゃう。何なの。ねえ、これピーチの匂いしないよ。なんかこれ蓋閉まってる系じゃないですか。え、待って、そっから。一生懸命嗅いでたけど、そっから銀紙普通についてる。で、あ、ラベンダーですか。ラベンダーだ、いきなり。やだ、開いてる。ラベンダー、ラベンダーです。ラベンダーです。あ、これよく嗅ぐ匂いだ。うん、ピーチだ。うん、トイレの匂い。ここへで。あとこれ、ブルーハワイ。感じてみます？ブルーハワイ。うん。ああ。なんか。ああ。え、それ好き？ん？私も好きです。いい香りする。いいね、香りもするんだね。そうですね。うん。いい。いい。香り付きです。はい、次、これです。はい。それなーに？貝殻。シェル詰め合わせ。イエーイ！めっちゃ、あの、トトロのお土産みたいな。結構いろいろ入ってます。うん。あ、開けてみようよ。あ、そう、いいですね。ハサミ。なんか、この感じ、ほんとにいいですね。なんか、浦島太郎感がする。この感じね。わかる。わかります、うん、なんか腰に下げてませんこんなの。浦島太郎。それ、きび団子じゃなくて？それ、桃太郎ですよね。あ、そっか。はい、好きなの選んでください。え、そういう感じ。え、そういう感じ。これ待って、オレンジ見て、浮いとって。大人げだ。結構入ってますね。入ってるね。これで100円だったら全然いいですよね。確かに。サンド？サンド。サンドです。うん。あ、はい。あ、そこにも。意外といっぱい買ってた。ほんとだ。ブルーとグリーンと、あと、普通の砂の色とピンク。うん。白。白浜海岸の砂です。笑ってください。これも貝です、はい、これは細かい細かいシェルです、うん、なんかあのしじみみたいな感じです。イメージはこれ説明してみてください。これちょっと説明してみてください。え、これで、これがフロストグラスボールです。そう、これ入れたら可愛いかなってね。そうですね、思ったんだよね。あとこれ最後に芯です。キャンドルの芯、一番大事な部分ですね。それがないとね、はい、これがないと火つきませんので。そうです、そうです。というわけで、わけで全部オール100円で買ってきました。安いですよね。安い。しかもこのキャンドルコーナーにね、全部こうなんだろう、まとまってたからね、探しやすかったですよね、うん、じゃあやっていきますか。早速いきますか。じゃあ早速やっていきましょう。はい。で、今回はまあ一応時間を決めてやっていきたいと思います。15分でやりたいと思います。なんで。
そう、どれぐらい。いえいえ、どんどんやじってください。すいませんね。いえいえ、うん、はい、じゃあ15分で。そう、時間決めないとね、ダラダラやっちゃうから、ね、まあ私たち初めてなのでどのぐらい時間かかるか分かんないんですけど。そう、本当に分かんないよね。うん、分かんないです。可愛くできないかもしれない。楽しかったらめっちゃぐっちゃぐちゃかもしれない、ぐっちゃぐちゃかもしれない。意外となんかすごいなんかベーみたいになっちゃうかもしれない。でもお許しください。はい、ね、あのこれ火使わないのでお子さんともできたりしま す, と思います。そうだね、来るときね。すみません。何言った今。見よう、これ後で動画。カットしないでね。じゃあ早速作っていきたいと思います。はい、はい、よーい、スタート。どうしたどうした。あ、ごめんごめんごめん。これってどうやって作るんですか。まず、え、これって最初これ入れるんですよね、多分。え、だってこれそこにこうやってやる系ですよね、こうやって。そうなの？ほら、こういう感じですよね。あ、ほんとだ。で、最初思い思いのジェルを最初入れちゃわなきゃダメですね。なるほどね。え、いいの？これ入れて。え、いいと思いますよ。わあ！足りますかね？え、足りなそうじゃない？なんかこんな感じで。あ！あ！ティッシュ。はい、ありがとう。なんか作ってると心がなんか安らかになる。え、わかる、すごい楽しいんだけど。なんかめっちゃ楽しくないですか。あ、なんかもうこんな、あー、こぼれたよ。こぼれたよ。こぼれたよ。サムライジャパンみたいな。わかる。天然水みたいな雰囲気感じる。美味しそう、なんか。一番下のがいいかも。あ、確かに逆に。逆に？あ、本当だ。でも表面に今更。使う使う使う。はい、あー、足りないもう時間が。7秒。やばい。5、4、3、2、1、はい、終了。今回はミカさんと一緒にキャンドルを作ってみました、はい、まあ全部100均で揃う材料で作れるのでめちゃめちゃ簡単ですし、火も使わないので安心に作れるかなと思います、うんうん、夏休みの工作なんかにもすごくおすすめです。いいね。いいですね。すごく楽しく作れましたよね。あ、楽しかった。純粋に楽しかったです。純粋に多様するね。楽しかった、本当に楽しかった、うん、はい、じゃあ今回一生懸命作ったこのキャンドル、はい、交換したいと思います。一生懸命作ったのにね。はい、はい、どうぞどうぞ。もらったー、ミカさんのでーす。イエーイ、イエーイ。お部屋に飾ります。かわいい。お部屋に飾ります。飾ります。友達同士で交換したりしてもいいよね。絶対楽しいですよ ね。ということで、今回はミカさんとシーキャンドル作ってみました。
ぜひぜひ皆さんもやってみてください。ではでは、また次回の動画で、はい、ごめんなさい。はい。お会いいたしましょう。じゃあ。あのね、まつげがね。ごめん。はい、ごめんなさい。ではでは、はい、また次回の動画で、はい、お会いいたしましょう。バイバーイ。これ。